ぞゆっくりご覧ください。の正体というわけか。面白いじゃねえか。おい、俺が軽くひねってやる。侮るな。ゼレフの呪いと関係あるモンスターだぜ。分かってるって。ソフィアの願いを叶えるのよ。呪い？やれるもんならやってみやがれ。準備はいいな。行くぞ。魔装の力、フェアリーテイルの力を見せてやる。はっ！
ああ、これで奴も動けねえはずさ。よかった。いや、ソフィアの方が長かったはずだ。私たちよりもな。そうよね、ソフィアと比べたら全然な。よし、これでソフィアも喜ぶぞ。ソフィアの笑い声もっと聞けそうだね。これで全て終わりました。ゼレフの呪いも解けて、何もかもが元通りです。なんとお礼を言えばいいのか。そして魔装者のあなたには祝福を捧げます。ではフェアリーテールの皆さん、ソフィアは死人体だったのね。きっと軸、やっぱりソフィアは本物のお姫様だったんだ。オイラ、もっとソフィアと話してみたかったな。私、おそらく城に戻って幸せにやっていることだろう。これよーし、これでもうお前も一人前の魔装者じゃ。どんどんクエストをこなしていってもらわんとな。おーし、じゃあリクエストボードを見てくっかな。よっしゃー、また新しいクエストに出かけよう。